こんにちは、ひまひまです。今回ですね、今日はですね、幼馴染のあやと一緒に、あやと一緒にというか、あやがようのお家に遊びに来てくれました。もうね、引っ越してから結構経つのに、あやは一回も来たことがなくて、初めて来てくれたということで、今日はまあ遊び様子をちょっと撮っていきたいと思います。というわけで早速やっていきましょう。レッツゴー。というわけで早速ね、行ってみましょう。中にあやがいるということで。お、あやさんじゃないですか。あのですね、あやの紹介をしていきますね。じゃあ、ですね、あやはですね、2歳の時から仲がいいんですけど、で、あのスポーツがめちゃくちゃ上手で、あの得意でね、あのサッカーもやっていて、足もめちゃくちゃ速いという。サッカーをやってる。おお、めちゃめちゃ速いです、足が。今日何この動画。え、めっちゃ久しぶりじゃない、遊ぶのね。なんかあのあのあれだよ、卒業式以来あ、でも、そんな、いや、懐かしいね、卒業式が逆に、ね、もうここまで来ると懐かしくなっちゃう。ちなみに、あやって、ひまの誕生日知ってますか？だよね、そうだよね、ひまもあやの誕生日知らないんだ。いや、なんで、なんかね、10月。あ、そうそうそう。あや、6月よ。違う、6か8だけど、分かんない。8、なんかあの2歳からいるのに、もう全然誕生日を覚えてなくて。1桁。8月7、惜しい。8月6、惜しい。8月4、うそ。そうそう、じゃあ一度いい、ひまちゃんの、はい、16、違う、21桁。うわ、1、あ、惜しい。2。なんかもう初めて知ったような反応してるけどさ、マジ。でもね、誕生日プレゼントお互いに渡したこと1回ぐらいしかない気がする。確かに、うん、って感じで。あ、ちなみに中学校違うんですよ。で、R ちゃんとも違うじゃん、今。 R ちゃんともあやは中学校が違うから、みんな違うって。そう、違うね。うん、バラバラ感じです。卒業アルバムを一緒に見よう。やったー、受けた。で、ちょっとね、見ていきましょうか。まあ小学校は一緒だったから、そうそう、幼稚園、あ、幼稚園じゃないや、保育園にしたんだよね。そう、保育園で2歳からいて、で、あやも2歳からいてるの。そうだよね、多分。そうそうそうですね、よくご飯とか食べてます。懐かしい。やばやば、ちょっと待って、全然ひまたち顔見えてないね。うわ、あ、いました、いました。なんか似てるの着てるよ。なんか小学校ひまたち可愛い子多かったんだよな。そうね、先生嫌いだったでれー、あやでーす。これあやです。あ、こっち。嫌い。え、なに？そうかな？わかんない。え、わかんない。え、なんかこの子やってきて。うん。これが。うん。だよね。だよね。だよね。うん、だよね。え、今さ、変顔した写真使われてたんですよ。知ってる。なんかどっか見たんだよね。あ、これだよ。いや、見てほしい、本当に。ここ見てほしいんだけど、ここに R ちゃんがいるんですよ。で、ひまがここにいて、ひまが変顔してたのに R ちゃんめっちゃ笑顔っていうね。じゃあ今、小学校に戻れるとしたら戻りたい？どうだろう。でも戻りたいって言ったら戻りたいな。勉強がちょっと嫌だ。勉強ね、確かに。見て、え、おー、ツーショットがあるんです。これです。カメラが、あやね、いつも1位なんですよ、地球層で。もう何なの、ひまと2、え、何位だった、ひまこの時16ぐらいだったから。16、ひまとね、15位差もあるんですよ。いや、でもでも比べ物にならないぐらいすごくて、天と地の差みたいな。あ、ちょっとあやの卒業文集を。ねえ、やめてよ。やめて、いただきたいと。あ、持久走大会。お、あやの、あの、題名から、持久走大会。やだ。おー、そうなんですね。1年生の時に初めて持久走大会をやり、1年1位になり、それがきっかけで陸上を始めました。
おー、2年生では辞めてしまいました。すごい、あやの卒業文章見たら 1,2,3,4,5,6 全部1。天才。どやどや。あやが10年後の自分へなんと書いたか。待って、やばこれ。ちなみにみんなは今何をしていますかとか、友達を大切にしてねとかさ、ちゃんと書いてるんだけど、あやだけ、あ、でもいいかもしれないです、ファイト。いいですね、すごくいいと思う、本当にすごくいいと思うよ。今ね、前撮った TikTok があったので、ちょっとそれをね、探してるんですけど、あったあった、うん、いつの、懐かしい、2018年。おー、懐かしい、懐かしい。はい、あやのお母さん、手だけ、はい、こんにちは、はい、手だけ、手だけ、はい、手打って手だけ、手だけ、手だけ、はい、あやのお母さんです。ちょっとね、あやのお母さん、あやのお母さんはそうだよ、あやのお母さん、天然、そう、めっちゃ天然な、うちのチャーちゃんばりの天然なんです。ちょっとあやって行くだったろ。あ、何年ぶりの TikTok？ 2年ぶりぐらい。わ、あ、でも待って、その後にね、あやとね、また海の時に撮ったんだよ、そのまそうだ、あ、その時も動画出てくれてるよね、うん、海の、やべっか。じゃあこんな感じで撮るのと、あとお昼食べに行きます。はい、じゃあモザイクかけるんで。やべえ、やべ、はい、お昼食べに来ました。すごいです、これと全部食べる。え、何、何、あやちゃん、何、全部食べる。はい、ね、サーロインステーキもします。うわー、おー、すごいですよ、このこっちからもうこんな感じで食べていきます。はい、美味しい。そしてお肉も来ました。美味しそう、ね、食べてみてください。はい、はい、というわけで、あの、食べた後にタピオカミルクティー買いました、ジアデーの。いただきます。2人とも一緒味、うん、いただきます。はい、どうぞ。うん、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 甘さどのぐらいにしたの？今日は少なめ。あやは普通にしたの？あ、うん、じゃあこのままお家に帰っていきましょう。バイバーイ。みたい。はい、という感じですね。というわけで今日はあやが遊びに来てくれた、あやが遊びに来てくれたという動画でした。まあ、一緒に卒業アルバムを見れたってことで良かったと思います。どうですか、うん、じゃあちょっと質問しようか。1日に来てどうですか、うん、めっちゃ綺麗。前の家めちゃくちゃ綺麗だからさ、あや、でもアヤンチも結構今言ってて、アヤンチでさ、セグウェイやってる、そう、セグウェイ。ちょっといろんな思い出がね。これ言ったらダメだと思うんだけどさ、セグウェイってこの右と左足を置くとこがあるじゃん。アヤが右側に乗って、ヒマが左側に乗ってってやつが、ブコーッ。ねえ、めっちゃでかい穴が開いて、そう、なんかね、本当に申し訳ないです。そうです、ごめんなさい。でもさ、3年生ぐらいの時だよね。いろいろな思い出があります。ちょっと今度はあやんちに行きたいと思います。ということで今回はこんな感じで終わりたいと思います。では次回のひまひまチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。